女性側の言い分が信用できないなという,うに検察は判断したと異例だと思います第一ラウンドは伊藤選手の干渉だというふうに言っていいと思いますこういうご質問が来てますこのチャンネルでも何度かお話しされていましたが伊藤純也選手の性加害疑惑に進展がありました伊藤純也選手と女性側双方が不起訴でした 無実を訴える伊藤選手と被害を訴える女性側この処分で裁判の受けに影響はありますかというご質問ですねはい。事実としては2人の女性が性的暴行を受けたとして準強制性交、地上容疑で処理送検されていたサッカーの伊藤純也選手ですねこれによってアジアカップの代表から外れちゃいましたよね本当気の毒だったですね事実でないとすれば気の毒だったという意味ですけど 伊藤選手は刑事告訴をしたお二人について競技告訴罪で刑事告訴して、それが両方とも不起訴になったと。不起訴の理由は権義不十分となっていますね。結論から申し上げると、第一ラウンドは伊藤選手の干渉だというふうに言っていいと思います。なんで両方が不起訴になったのに。 干渉だととと言えるかというとです、ね、性犯罪で被害者側の言い分が全く聞き入れられなかったというのはです、ね、私の経験ではなかなか少ないなと被害者側の言っていることに合理性があると、まあ、大抵捜査機関は被害者側の言うことを軸に犯罪事実をまあ構成してで起訴に持っていくというケースが大変多いんで女性側の言い分が信用できないなというふうに検察は判断したと異例だと思います。 例えばその女性側がワンピースを着ていてそのワンピースの裾を胸までこう託し上げられたというような主張をされていたようですけども。 その時間帯には実はジャージを着て寝ていたというようなことがまあ客観的な映像で残っていたとかねあるいは被害を打たれている女性の方のまあ録音の音声が残っていて全然被害に遭ってませんよというふうに言ってるかのような録音が残っていたとか警察検察もその辺からですね女性の言うことをまるまる信じて罪に問うということはどうもできそうもないなというふうに考えたと。 他方ですね虚偽告訴罪起訴されておかしくないんじゃないのというふうに思われる方がおられるかもしれません。これは私の推測ですが虚偽告訴罪っていうのは故意に事実に反することを述べて誰かを罪に陥れるということなんですがこの故意に虚偽の事実ですねも申告するという内容ですがごくごく些細なことについても事実に反することがあったらいけないというわけじゃないんですよね。 犯罪事実のまあ主要な部分についてつまりこの場合で言うと同意がないのに性的暴行を受けたということについては実は客観的証拠はおそらく残ってないいなんだと思いますこの女性の供述を全体として見たときにワンピースを胸まで託し上げられたというふうに言ってた部分はこれはどうも事実と違うよねというふうに捜査機関が判断したとしても犯罪事実そのものを指しているわけじゃありませんから人間にはいろんな勘違いとかね いっぱい入ってきますんで故意に嘘のことを言ったというふうに言うにはちょっと弱いなとということで検察が犯罪として立件するためには検察から見たらはっきりとした証拠はないよねというふうに考えざるを得なかったんだというふうに思います両方が不起訴になったことはそんなにおかしなことではありません今後どうなっていくかっていう話なんですけど今回はっきり分かったことが市長さん側は週刊新調 についても名誉毀損罪で刑事告訴していると。私の記憶では、当初は週刊新潮については名誉毀損罪で刑事告訴してなかったように思います。その後、刑事告訴した経緯については推測ですが、週刊新潮の週刊誌発売自体を差し止めようとして、出版差し止めの仮処分をまあ最初申し立てたようですね。伊藤さんの側が。 仮証明申し立てがあると、裁判所が新人ってのを開きまして、双方から証拠のようなもの、署名資料を出してもらって。で、事実はどうかって判断していくわけです。で、その時に、週刊新潮側は、これ差し止め認められちゃいけないんで、持ってる証拠を全部出したと思われるんですね。で、全部出したの、を見た伊藤さん側の弁護士が、あれ、女性の結局供述だけだよねと。それ以外に何の証拠もないよねっていうふうに、まあ、判断して、であれば、この女性の。 供述を信用したことについて、これはおかしいぞと。とまあ、名誉疫性に問えると、女性の供述を信用することについて、それが信じてもしょうがないよね。っていう。その真実相当性までは週刊新潮には認められないと。伊藤さんがの弁護士は考えて、週刊新潮についても刑事告訴したとでそうするとですね。第2ラウンドは2つあるんですよね。この刑事告訴が認められるかどうか。つまり免疫存在が認められるかどうかという話と。 民事の訴訟でお互いに正当性主張してますから伊藤さん側は名誉起損に基づく損害賠償請求これが認められるかどうか女性側は準強制性交致傷など性犯罪によって損害賠償請求を求めているこの2つの民事訴訟これはおそらく1つの裁判所が2つの訴えをこれ関連しているので一緒の 裁判で判断しますというふうにするのが併合審理なんですけど、併合審理される可能性は十分あると思うんですが、必ずそうなるとは限りません。で、これ時間は結構かかります。まず名誉毀損罪の方ですけど、捜査機関も困るんですよね。名誉毀損について客観的証拠がなかなか揃わないということがあって、時間がかかるということはあり得ると思います。民事訴訟の方はこれは絶対時間がかかります。裁判の方はだいたい1ヶ月に1回かに1ヶ月半に1回ぐらいの改定ペースでいくんですが、最初は 主張整理をしますどの点が事実として食い違っているのかということを整理して明らかにになった争点に向けて証拠調べを行っていく証人尋問が主になると思うんですけど証人尋問を行うまでに大変テキパキとした裁判官で10ヶ月前後新証形成してもうこれ判決書きますよって言って1年から1年6ヶ月ぐらいかかるんじゃないかなというふうに思います。 尋問が終わった段階で裁判所が真相を形成するとつまりどういうふうに判断するかもう裁判所は頭の中で判決をもうイメージしているとこういう判決を書くぞっていうふうに決まっている段階で和解感覚があるのがの普通ですどういうことかというと「原告さんあなたの請求はちょっと認められませんもう尋問やって一審判決では負けますよ」例えばね「負けるのであればここで和解したらどうですか?」例えば請求額が仮に2000万だとしたら 五十万とか百万とか、そういう解決金をもらって、その終わりにしたらどうですかっていうのは。これも敗訴的和解の勧告があるわけですね。あるいは、どうも事実がよくわかりませんと。判決のリスク双方にありますよと。請求額は二千万なんだけども、五百万とか一千万という金額を和解金として払って。そして和解したらどうですかというふうに進める場合もあります。で、本件のように、お互いにオールアナッシングで。 最後まで争っていく可能性が高いような事件だと裁判所が和解勧告しても和解にならないという可能性も十分にあるのかなとこれ一般論ですが裁判ではですね訴訟がが起きた事件の全てが判決にななるわけじゃないんですよ実務感覚でいうとまあ7割8割なのか6割7割なのか分かりませんがそのくらいの事件は裁判所の新証開示に基づく和解勧告によって和解で終結しています。ななんでそううかというとい 判決を書いた場合はですね負けた方がどうしても納得できないあるいは双方が納得できないといって控訴審まで争いが継続してしまうんですね。するとこれはあの決していいことではないと。和解で終わればそれで事件は終結しちゃいますから紛争がそこで一旦終わりますんで裁判所は新を開示して和解勧告をするともう新書を開示された以上は請求している側はもう100%取れると言われれば 100%に近い金額をもらって事件を集結するし100%負けると言われればわずかな金額をもらって和解で集結するその方が合理的だよねって考えて和解になると私が伊藤選手側に偏りするわけではないのですけどもどうしても伊藤選手大変サッカー選手として有望な選手なんでスポーツファンとしては事実と違うのであれば早く日本の代表に復帰してほしいなという気持ちが正直ありました 今回の不起訴処分によって一旦障害は全部なくなりましたから日本代表の試合に堂々と出れるようになったんだと思いますそこまで持っていくには大変な苦労があったと思うんですけど伊藤選手と弁護士さんのまあ二人三脚で勝ち得た一旦の成果だと思うんですよねもちろん将来的に民事の事件で実は性犯罪があったんだとされる可能性はゼロではありません一審判決が出て交際でひっくり返ったことはあるでしょう つまり裁判官によって裁判所によってものの見方がやっぱり違うんですよねそれが一つでもう一つは民事の事件は、まあ、証拠の優越という言い方もしますけどもいろいろ疑問が絶対ないわけじゃないけどこっちだよねっていう方を勝たせますので刑事では起訴まで持ち込めなかったけど民事では犯罪行為があったというふうに、まあ、認定されるということは、まあ、一般論としてはいくらでもあります刑事省ではよく言われることですけど十人の真犯人を逃したとしても たった一人の無こを罰してはいけない。つまり無罪の人をまあ冤罪に落としてはいけないというのが、まあ刑事庁の大原則ですからね。それに対して刑事事件では、少なくとも日本の検察は絶対に負けないという風に検察が思った事件しか起訴しませんから、刑事と民事の大きな差で申し上げますとですね。私が昔事務所でやった事件ではですね。刑事事件では殺人罪として捜査機関は動いてくれなかったけれども。 民事の事件であなたがこれしたんでしょっていうふうに認定してくれたと民事の判決では A さんが B さんを殺したというふうに認定してくれたという事件を経験したことがありますそれほどね刑事と民事では立証のハードルが違いますのでそういう意味で言うと我々弁護士は少なくとも私のように生命保険に関する事件を多く扱った弁護士からすると社会で言われているほど殺人事件って少なくないですよと 刑事として立件されなとしチャンネル登録高評価していただけると励みになります。はい